ははい皆さんこんこにちは話題沸騰のスノー a i これの動画をアップさせていただいたりして皆さんには大変喜んでいただいてコメントをいただいたりとかいうことでとってもありがたく思っています僕も当初はスノー a i が1分20秒で「知り切れトンボのような楽曲しかできないというふうに噂では聞いていたのでですね 僕も音楽制作をプロとしてもう十数年やってきていますので音質とかというところはまた改善の方法があったりそこから編集をしたりというのは僕の得意分野のところなんでそれはいいんですけれどもお尻が切れたという状態ではというふうに思ってたんです。ちょっと冒頭に、 お話をさせていただきますけれども、まあ、長々になるんですけれども、とっても大事なことをお話ししますので、その部分もできたら飛ばさず聞いてください。それは人の噂を聞いて、そのようにしてたわけですけれども、まあこの辺のところで、こんだけ話題になっているんだから、ちゃんと解説をさせていただこうと思ってですね、そして海外のサイトとか公式の、 英語のマニュアルを苦手な英語なんですけれども読んでみたりしてそしたら「えみんな1分20秒って言ってるのにどういうことこれできるんじゃないの?」というふうに思って研究してそして皆さんにお伝えしましまたこの日からもう僕の中では音楽制作というのは今までもちろんメジャーアーティストさんのお仕事もさせていただいたり。 音響の方では AKB さんの音響をさせていただいたりそんなことしてきたんですけれども僕はスイッチングをしようというふうに考えていますほとんどのミュージシャンとか音楽制作をやっている人っていうのはどこか自分のアイデンティティとそしてクリックだけで曲ができてしまうということに抵抗を感じる方がいてるんです僕は中学生の頃から音楽をやって 音楽で飯が食いたいなぐらいに思った時期もあったんですけれどもでも大人になってからはコンピューターの仕事これもチャンスが巡ってきましてですね日本中を飛び跳ねて IT 関係の仕事をさせていただいてたんですけれども2012年に島村楽器のコンテストでファイナリストになったことをきっかけに音楽に力を入れだしたというのが僕の今日までの経緯なんです。 ですから根、ね、っからの音楽というよりもコンピューターを使った音楽というのに興味があってそしてまた普段は音楽のソフトの解説動画などをずっとやってきたわけですだから今正直ありがたいことがあるんですなぜかというとまあ手前味噌ですけどプロとしてやってる DTM の解説者の人は 素の AI の AI ことをあまり言わないんですなぜでしょうかもうお分かりですよね。素の AI を紹介してしまったら自分たちの首を絞めるからなんですこんなワンボタンでできたら DAW というのはこの先はですね今と同じような形をした DAW ソフトデジタルオーディオワークステーションという音楽制作のソフトは全く今の形では 10年後とかは残らないいぐらいの気持ちでいますなぜそんなことがわかるかというと僕はもう40年ぐらい IT 屋をやってるわけですから世の中の進んでいくのってわかるんですよね。 僕がやりかけた頃にアップルの販売店会議というのがありましてその時に形はなかったですけれども大きなブラウン管のディスプレイでコンピューターをやってるような時期に販売店会議でいればですねもうじき時計ぐらいの大きさのコンピューターというのができて今のコンピューターより性能が良くなるんだよっていうのをアップルの会議で話があったんです。 もうかれこれだから35年ぐらい前ですその時は全くピンときませんでしたコンピューターも100万近くシステムだったらいるしですねそれがどん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 変わっていったわけですそして AppleWatch もできたわけですよ僕はその40年ぐらいの流れをずっと見てきた意気商人として今回の この s の a i さんが作った AI 音楽制作これはですねまあ失礼ですけど s u さんが生き残るかどうかは確定はできませんがこのような形でもっともっと素晴らしいそしてエンディングは混乱してほしいバースはもうちょっとドラムがあった方がいいなそんなのをプロンプトで書いてですねできるような時代になるんです。本 12 1ヶ月前まではそんな風に口で言ってもまあどこまでのものができるんだろうっていう気持ちがあったので正直将来はそうだとはもう僕は見越していましたけれども今すぐは使えないないいと思っていたんです。でも長尺ものができるようになってイントロやエンディングも作れるようになったらこの1分とか2分でできるクオリティを考えたらいいんです。 プロはもっといい音質っていうことで思うんですけれども、アマチュアさんはこれで満足してるんですよ。それはプロのこだわりとかでケチをつけてるだけであって、この音楽で聴く人にとったらそんな悪いことはないんですよ。それよりも通常いくら早くてもフィニッシュまでっていうのは、 何週間かかかる音楽制作というのが一日に何十曲もできてそして価格も安く提供してくれたりするならば絶対に一般の人はこちらを選ぶですから僕は自分が変わらなくてはいけない。 まあ、それはずっっと思ってたんです。もう音楽の世界に入った時から音楽の世界の人ってなんぼほどアーティスト根性バリバリなんやというふうに僕は思っていたんですでもその思っていた人とかと付き合っていかないといけないのでそんな目の当たりには言わなかったですけれども でもクオリティだけが勝負じゃないというそれはプロとプロで私っこしたら必ずですねもうちょっとドラムが大きい方がいいねとかそんな話はありますけれどもそんなことは一般の人には大きな問題ではないんですそれよりもメロディーがいいとか自分の好きな雰囲気になってるなとか そっちの方が重要だということを僕はアーティストの人がちゃんと把握しないと全く流行らないような YouTube を一生懸命出してですねそれ人のこと言ってるんじゃないんですよ僕もそうなんです10年間ぐらいいい音楽を出そうと思ってプロ志望の女の子たちに歌を歌わせてやってきてたんですけれども YouTube 全っ 全く伸びなく十何年で登録者300人になっただけでです。でも今回新しいサブチャンネルを作ったらですねなんとなんと1ヶ月ちょっとで900今いくらなんですけれどもなるんですよねもう2ヶ月はかからなく1,000人に到達しますそういうものじゃないということなんです受け入れられるということは。ということで冒頭に長いお話になりましたが大事なことなんで 聞いて欲しいいてししなと思いましたで今日のテーマは「素の AI の疑問5選」ということでお話しします。1「1課金すると何が変わるか」2「2リストがいっぱいになって消し方どうするの削除なんてないよね」そういうことと3番目は「リミックス」というのが「メニュー」のところを押すとですね一番上に「リミックス」って出てくるんですけれどもこのリミックスの使い方は ということそして4番まあこれは難しくもないんですけれどもシェアの仕方そして5つ目は著作権は大丈夫なのそういうお話を進めていきたいと思っていますはいまず課金のことについてなんですけれどももうそれは皆さんも見てらっしゃるようにこの画面の通りです取っ掛かりとして課金をするならば月8ドルのプロプランというのに 入ればいいんじゃないかなと思います。それで月間に500曲作れるということです。1日にしたら20曲で2,3が600ですけど、まあ毎日もやらないので1日20曲ぐらいは作れる感情になると思います。それのお金を3倍払ったら4倍のですね、月2000曲というのも作れるわけです。ここを見ても。 プロの人はよく考えてほしいんですけれども月に2000曲作るような人がこれから出てくるからこういうプランを作ってるということなんです。これは上手に使えば大きなビジネスチャンスになるわけです。例えばクリスマスソングや誕生日ソングとかもね今までは 替え歌をややっったたりとかやってたんですけれどももうアマチュアの人がターゲットになる息子さんとか友達とかの名前を入れたようなそして、まあ、名前というのはあまりにもダサすぎますけれども、まあ、車が好きな人だったらその人の乗ってる車の名前が出てきて「シーマに乗って海をかける」とかですねそういう歌詞が出てきたら「お俺のために作ってくれたの」 という話になるわけですオリジナルソングができるんですけどもっとニッチなオリジナルソングこれだったらビジネスになると思うんです結婚式のソングでもいいと思います自動ではできるんですけれどもそれを評価するのはやはりちょっとは慣れてる人と慣れてない人で良い,い悪いは変わってきますやっぱり僕なんかは1回目作ったけど これはもうちょっとだなプロとして出すんだったらこうした方がいいなというのはあってもう一度再作成をしたりしますそしてミュージックスタイルというのを入れれるのでそこにもうちょっと静かな曲でとかいうようなことを入れたらまた雰囲気が変わったりしますのでプロの人はマウスクリックするだけだから自分なりな音楽ができないそれ全くの間違いですオリジナル性は どどんどん出せると思いますのでこのプロプランプレミアムプランそういうのに入ってたくさんの楽曲を作る人それが今までの音楽制作のプロじゃなくって IT 屋さんとか AI 研究してる人とかそんな人がミュージシャンを抜くと思いますですから特に音楽を志している方は本気でこれからどうするのどういうことをやれば生き残れるの。 これを考えた方がいいと思いますそしてこのプランに入って何かが変わるかって言うと何も変わりません数だけです何かが便利になったりは今のところはしませんのであとは量だけですだから1日に1局か2局しか作らない人は僕は無料プランのまま行くのが一番いいと思いますそして2つ目の項目ですね リストがいっぱいで消し方どうしたらいいのということですけれどもこの作成するというところを押したりしたら自分が作ったものがこのように出てきますそして先ほども言いましたようにここを見ても削除なんてどこにもないんですよねこれはここのいいねじゃなくって悪いねの方ですこれを押すとリストから消えますでもワンクリックで消えるから 消すのは気をつけないといけませんこんなに簡単に消せますので整理をしてそしていらない方は消していく方が見やすくなりますのでうまく消しながらやる方がいいです今一番上にありますように2つ出ますそしてそこからですねこのようにこのクリップから続けるとかやるんですけれども名前が同じのが2つあるからですねどっ 地がどっちやったかわからないというの案外僕もあるんです。ですからこの削除の方法を知っておいてください。続きまして3番目。リミックスって何これをお話しします。例えばここにもう出来上がったフル曲があります。ここからリミックスをするという時このリミックスを左側に歌詞が映ってですねリミックスができるんですけれども このままリミックスをすると歌詞が2倍になってリミックスをするような形になるんですけれどもどちらになっても作成するいわゆる英語で言えばクリエイトこれをやったって1分20秒しかできないんですですから左へ持ってくるということでここには追加する新しいものを入れてそしてその後ですね できたものをこのように曲全体を取得というのを選んでですねそして結合しないといけないですですからリミックスをするときは基本的にはもう1回この曲で他のイメージをやってみたいでもこれは全部できるんじゃないですよはじめは1分20秒ですけれども歌詞をいちいちコピペしてきたり するのが面倒だからこの機能があると考えるのが一番合理的かもわかりませんリミックスのことわかっていただけましたでしょうか続きましてこれはそんなにも難しくないんですけどシェアの仕方をお話ししますシェアはいろんなところにシェアがありましてはいここにもシェアがあったりいろいろするので迷うんですけれども一番確実な方法それは このフル曲とか鳴ってるところのこのクニュッとしたようなシェアマークこれを押すそうするとコピークリップボードということでクリップボードに記憶してくれますのでそれを例えばフェイ e スブックの新しい記事にこのように貼り付けるそういうような使い方が一番確実な方法だと思ってください。 それでは今日の最後になります。著作権は大丈夫ということです。それはここにちゃんと書いてもらっていますので、そんなに迷う必要はありません。左のサブスクリプションのところを見ていただきまして、そして初めは英語になってきますけれども、これを日本語訳してください。そうしましたら、ここに一般的な商業条件、これは大丈夫ですよ。でも、 無料で使っている人は非営利条件だけですよということですですから無料の人で YouTube なんかが収益化のプログラムに入っていない人は大丈夫です使っても大丈夫ですけれどももう収益化を目指しているもしくはもう間もなく収益化ができるという人はちゃんと考えた方がいいですですから有料課金をしていたら 所要利用をしてて、OK、てそういういいことだとだ思っていてください先ほど有料プランにしても大きなことは何も変わらないと言いましたけれども優先的に生成の Q が作られますのでいわゆるその AI のネットサーバーが重くてちょっとうまく作れないなそれが軽減されます。 そしてどん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 10個のジョブを同時にできますいちいち時間を待っていないで次を作成したりできるということです何せ有料プランに入っていれば商用利用いわゆる YouTube の収益であったりとかこのできた音楽を販売する友達からお小遣いをもらうこれは無料プランの人はダメで有料プランの人はいい ということになります。